子供なのでうまく言葉では言えないんですけれども、この作品がこれがね素敵だってわかるのはクラスで私しかいないはずだとかね思っちゃうんですよ。そういうねマニア心を刺激する。おそらくねすごい初期の頃だと思うんですけれども、仲良しの創刊号が最初に買ってもらった漫画雑誌なんですよ。でなんかワクワクしちゃって、だけど他の本はとてもそんな買ってもらえないので貸本屋さんに行ったらね、まあ、いろいろあったわけですよ。そこからだから小学校1年生ぐらいからいろいろな雑誌を見始めたんですけれども、で少女クラブも見ておりましたので、後で思えばほぼ先生のデビュー時期に近いんじゃないかと思うんですが、どっちが先だったのかな。読み切りでね、ドイル原作のまだらの紐とか、黒い猫とかあって、で、連載だと最初に覚えてるのが幽霊少女がすごくね、印象的で、小学生だったんですけれどね、四次元の世界を扱ってるんですよ。で石の森先生ね、まあ、当時は石森ですけれども、絵ってすごくロマンチックでね、少女雑誌も男の方がたくさん描いてらしたんですけれども、だから、もう全然その男性とか女性とかそういうこと関係なく、とてもロマンチックだったんですよね。でまして幽霊少女っていうのが、ちょっと難解な四次元ものだったんですが、その時の読んでる快感っていうんですか、子供なのでうまく言葉では言えないんですけれども、この作品がこれがね素敵だってわかるのはクラスで私しかいないはずだとかね思っちゃうんですよ。そういうねマニア心を刺激する、そういう感じでしたね。だからマニアなんて言葉当時ありませんし、まして自分も子供でしたから、そんなこと分かってなかったんですけれども、ただクラスメートが分かんないっていうと私は分かると思えることがねすごく幸せで、だからほとんど読んでるんじゃないですかね。とか少女クラブのものはもちろん石森章太郎名義もそうですし、南定子名義も泉飛鳥名義も、あとユーマイヤっていうねお三方でお書きになったものもほとんど読んでますし、であと少年雑誌の方が後から書かれたっていうか、二級天使についてはリアルタイムでは知らないのでわからないんですけれども、で少年雑誌でもいくつか好きな作品がありまして、やっぱり黒い風は好きでしたね。なんかねどこかしらやっぱり色っぽいんですよ。でただ少年漫画少女漫画含めてやっぱりすごいインパクト強かったのが、圧倒的なインパクトはやっぱり龍神のでしたね。あれはバイブルでした。だからちょっとその頃になると少し混ぜてきて、まあ、自分でも見よう見まねで書いたりしてたんですが、こういうのを書けるんだったら死んでもいいと思わせるようなね魅力がありました。で龍神沼だけではなくって、少女クラブの増刊号の刊末にいつも出てる先生の SF ファンタジーっていうのは全部大好きだったんですけれども、今でもリアルタイムのものを、ね、持ったんですね。少女クラブのボロボロになってますけれども、だからね刊末の昨日はもうこの間がスモモだとか、あと赤ん坊天使とかね、ちょっとね後のファンタジーワールド順につながるような感じもあるんですけれども、だから本当に当時はね世間が狭かったので、雑誌の投稿欄を通じてなんか書くのが好きなのを友達と文通したりとか、そういうことしかできなかったんですけれども、やっぱり毎月新しい雑誌が発売されるたんびに
この子のこれが良かったってみんなで言い合うんですけれども、とにかく龍神の間は私だけではなくて、私の知る限りいわゆる漫画好きな少女たちにとってはもうみんなのバイブルだったなって気がしますね。少女雑誌といっても男性作家が多かったんですけれども、男性女性ってあんまり意識しなかったんですね。でその意識しなかったっていうことが後に漫画家を目指すその重要なポイントにもなったんですけれども、男性であっても女性であっても関係ないっていうのがとっても魅力的でしたね。ちょうどあの団塊の世代の生まれでひしめき合ってたんですよね、人がね。で女性も戦後は男女平等だと言われて育ちながら、なんか男性の役割女性の役割ってまだまだ世の中であった中で、男性とか女性とか気にしなくてもできる仕事として、あ、漫画家ってわからないと、だってこれペンネームかもしれないし男性か女性かなんて気にしないで読んでると、だからきっとね男女の差なんてない世界なんだろうと思ってたんですよ。現実に私は千葉哲也先生がデビューなさった時に絶対に女性だと思ってましたもん。千葉哲也っていうのはペンネームでね、女の子そのもの、等身大の女の子が描かれてて違和感なかったので、まさか男の方がねこんな風な女の子を描くと思わないので、あ、絶対女性だなと思ってました。それぐらいでしたから、男性か女性かってことはあまり気にしなかったですけれども、やっぱり同時期にこうお書きになってた藤子不二雄先生とかね、あと赤塚先生は最初少女漫画で悲しいっていうのを書かれてたんですけれども、後にまさかギャグで大ブレイクするなんて思わなくって、あと水野秀子先生はやっぱり明らかに女性だろうなと思ったもんですから、かっこいいなと思って見てましたしね。ですから世代の先生方のこう与えてくださったものっていうのはすごく大きいんですけれども、石ノ森先生は本当に作品の幅の広さと、あと表現の多様さだから本当は何でもお書きになれたんですよね。ちょっと器用すぎるんじゃないかなと思うぐらいでしたが、ただね絶対にこれを書きたいんだっていうのが終わりになって、そういうのを感じたのがその少女クラブの各毎年の夏と冬の増刊号の刊末の SF ファンタジーだったんですよ。結構ページ数があってね、読み応えもありましたし、何かいろんなこと刺激されましたね。里中先生も最初に投稿された作品が吸血鬼ものと SF もので、はいはい、まあ、ファンタジーとか SF もの、はい、やっぱそういうもの好きだったんですね。結構ね世代はみんな好きだったと思うんですよ。でちょうど高校生の頃に SF マガジンが創刊されて、でそうですね、 SF 作家だとちょっとねやっぱり女の子っぽいんですけど、レイ・ブラッドベルとか大好き でだからいろんなのを混ぜて、その結果漫画っていう形で外に出ると、でそういう雰囲気の世界、そういうのをそのワクワクするような形で見せてくれたのは石ノ森先生だと思うんですけれども、ただそういう世界だけじゃなくって、その赤ん坊天使っていうね、これも読み切りであったんですけれども、そうですね、今で言うとね昭和をリアルに描いたモノクロの世界の低予算だけど丁寧に作られた映画みたいなね、そんな感じの、だからもしかしてSF ファンタジーの方にこう行かれなければ、ものすごく生活臭いものもお書きになったんじゃないかなと思ってますけどね。